まあ、原材料は北海道の生乳を使ってるんですけども、あの菌はベルギーから持ってきて日本でベルギー製法で作ったヨーグルトですね。でこれを蜂蜜とか糖を入れずヨーグルトのみで自家培養してイーストの代わりに酵母菌を作りました。ヨーグルトの優しい感じの風味がしますね。酸味がある、でも奥深い乳の美味しさが感じられるかなと思います。